田原総一郎です。僕は自民党から官房機密費をもらわなかったたった一人の政治評論家として有名です。官房長官だった野中博文さんが2010年に証言しました。田原総一郎です。今はもっと巧妙です。田崎スシローや三浦瑠麗などなど本当にたくさんの政治評論家たち。自民党は政権べったりすり寄りのスシローや三浦瑠麗を重宝してます。各地の自民党支部の講演会に講師として呼んで謝礼を払う。テレビに出ている先生となれば講演会の講師をやる機会はものすごく出てきます。それでテレビに出るように電通にあの電通ですよ根回しをさせる。電通はテレビ界のボス、つまり暴力団組長みたいなもの。電通とテレビの抑えによって世論の操作は朝飯前なんです。田原総一郎です。電通が弱体なのがインターネットです。そしてインターネットは大衆を煽ってパワーを発揮するものなんです。煽りの役割、インフルエンサー、これを作っていくんです。今度逮捕される脱皮、もう有名になりましたね。一つのインフルエンサーに毎年1000万円も払えば十分なんじゃないですか。自民党は世論を操作するためにインターネットに莫大な金を投じています。全くのデタラメをぶちまくんだから効き目があります。田原総一郎です。今、立憲民主党とチューズライフプロジェクトがネットで批判されてます。チューズライフはいろいろな社会問題を討論する世論の啓蒙メディアです。知らない人はチューズライフを見てもらったら良いなぁ。産経、フジテレビ、それに読売、日テレ、本当に恥ずかしいメディアばっかりです。立憲民主党がチューズライフを応援するって素晴らしい。チューズライフには世間に自民党や犯罪維新に毒されない公正な情報と意見を戦わせてほしいです。福山哲郎です。フェイクニュースが跋扈するネット。フェイクニュースに対抗するチューズライフの理念に強く共感しました。チューズライフの番組制作の支援を行いました。例えば、東京都知事選挙の候補者討論会を行っています。小池百合バーが人目を避ける卑怯な振る舞いをとっていました。ですから、討論会が実現して投票者の皆さんに情報提供になったと思います。つい最近はコロナで困難を極める貧困者の方に向けて生活保護の窓口の情報を伝えていました。今後も公正なメディアの支援をしていきたいです。